大井川鉄道スロフ1系客車は、かつて大井川鉄道が所有していた井川専用の客車。中部電力専用鉄道時代に製造された車両で、1953年に帝国車両工業で2両が製造された。来客用として製造され、作業員輸送用のスハフ1型と区別するため、車両称号は一等車扱いで、スロフとなった。車体は、 小窓が7つ並び、上降用扉は側面向かって、右端に折り戸が配置されている。両側面とも同じ割付けになっているため、天体ショーの扉配置となる。車内は8人掛けのロングシートが通路を挟んで、両側にあり、定員割り付けなしで16名となっている。全長 7300mm、全高 2600mm、車体幅 1830mm。 自長6.5トンという国鉄の二軸化車並みの小型車ながらボギー車となっている。定員が少ないため次第に予備車として使用されるようになり1990年10月30日付で廃車。廃車後は2両とも新金谷駅前のプラザロコで生体保存展示されており車内への立ち入りも可能である。スロフ1系の車内参考までに 二軸貨車の国鉄ワーム8万軽貨車は、全長 9650mm、全高 3703mm、車体幅 2882mm、時長11.3トン。ありがとうございます。